皆様、本日は大変お忙しい中、トヨタ国際紙フォーラムシンポジウムのオンライン配信をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。本日、司会進行を務めます私、フリーアナウンサーの鈴木真希と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは開会に先立ちまして、トヨタ国際紙フォーラム実行委員会会長でございます豊田章子より開会のご挨拶を申し上げます。豊田会長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。豊田国際紙フォーラム実行委員会委員長会長の豊田章子でございます。豊田国際紙フォーラムのシンポジウムの開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日ここに多方面からの講師をお迎えし、豊田国際紙フォーラムのシンポジウムを開催できますことを大変嬉しく存じます。本大会は昨年予定されておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で約1年延期を余儀なくされました。その間もコロナが依然感染拡大する中、実行委員会としてはご参加を楽しみにしていただいている方々のために、何としても中止をすることなく開催できる形を模索してまいりました。さまざま難しい状況の中で、ヤプマのニコル会長さんをはじめ多くの方々のご協力を得て開催までこぎつけることができました。ご協力をいただきました皆様に、この場をお借りいたしまして心より感謝を申し上げます。紙は古代エジプトのパピルスに始まり、字や絵を描いたり印刷したり、あるいは物を包んだり、情報やコミュニケーションの手段として、また芸術として常に私たちの身近に存在し、生活や人々の心を潤してまいりました。昨今ではその紙がさまざまな分野に応用されて画期的な進化を遂げ、いわゆるものづくりの一端を担うようになってきています。また自然素材から生まれる紙は地球温暖化の問題を考えた時重要な素材であり、その活用を進めることは SDGs の実現にも大きく寄与するものと思います。今回のシンポジウムではフォーラム全体のテーマ、アプローチに対して伝統的な紙作り、紙すきやアートに加えて最先端の素材開発、そして建築方面など同じ紙を対象としながらも異なる視点からものづくりに関する興味深い取り組みを伺うことができますようで、私自身も楽しみにしております。そしてこのシンポジウムがご参加の皆様にとって刺激や学びのある場になり、新たな発見につながることを期待しております。また今回は新型コロナ対策のため、会場にお集まりいただく形ではなく、ウェブを通して豊田市から世界に向けて発信してまいります。会場周辺では市民向けのリアルなイベントも実施しておりますが、このようなリアルとオンラインのハイブリッドで世界とつながる形をお示しできましたことが、世界中の方に紙、そして豊田市を身近に感じていただくきっかけになればと願いまして、
ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。豊田会長、ありがとうございました。